ただいまマイクのテスト中はい、皆様こんにちは、天然メルモです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回はですね、じゃじゃーん、なんとバズるそうめんを作ってみたいと思いますイエーイ。バズるそうめんって言っても、本当に身近なもので、簡単な材料でパパパッとサササッと作れるようなね、そうめんの内容になっておりますので、最後までご覧いただくとあなたは一つレシピが増えますだからこの夏ね、やっぱり暑いじゃないですか。このムシムシとした時期をぶっ飛ばせ、この美味しいそうめんを作っていただき、頑張って毎日を乗り、過ごしていただけたらなと思い、この動画を作ることにしました。ということで材料の紹介をいたします。はい、材料はですね、そうめん1束、大葉2枚、梅干し1個、もずくは3杯酢の1つを使います。で、あとは煎りごまとか、だし醤油、今回はとろろ芋を使ってみたいと思います。では3、2、1、0スタートでは先にそうめんを湯がきます。お好みのそうめんで、お好みの硬さで大丈夫です。ではお湯を沸かす間に大葉を切っていきます。梅干しも種を取ってみじん切り、ボウルに梅干し、大葉、もずく全部入れます。とろろ、これも適量でいいです。だし醤油大さじ1混ぜます。湯がきます。ここにそうめんを入れます。で、よく混ぜて、この煎りごまを入れます。できるように。おいしそう。はい、バズるそうめんの出来上がり。おいしそうでしょう。では早速いただきます。ではいただきます。ちょっと上からね、大葉を、刻んでかけてみました。おいしい。ね、さっぱりしてて、梅の酸味とこの、もずくのとろとろ、あととろろ芋も入ってますよね。だすごくこう粘り強い、体質になると思います、これ食べたらほんまかいなって。うん、ほんまですよ、絶対。あとごまもね入ってますし、栄養満点。うん、これはもう絶対美味しい、バズる、本当に。もうみんな食べてみて、作って。めっちゃ簡単だからね。で、栄養満点だし、こんなに、だし醤油もねちょっと少なめなんですけど、これは皆さん各自で足したり引いたりしてくださいね。でまたね、この具材もいいよって、これに合うようなね、
野菜とかあればまたコメント欄に書いていただいて、またあの感想なんかね書いていただけたらなと思います。で最後までね見ていただいたので、チャンネル登録ポチッと押していただけますか、お願いしますまた次回ね、あの美味しいもの作るので、ぜひチャンネル登録とグッドボタン押していただけたら嬉しく思います。では最後まで見ていただいてありがとうございます。ではまたね。 See you. Ciao. アルベルチ。うん、ミドルの落としだ。